組2019 K-1 スーパーバンタム級世界最強決定トーナメント決勝戦を行います。青コーナー170センチ、55キログラム、日本パワーオブドリーム K-1 ワールドグランプリスーパーバンタム級王者、178センチ、55キログラム、日本 K-1 チーム五反田チームキングス K-1 クラッシュファイトスーパーバンタム級王者、久村正志。兄周平との決勝戦、その夢は消えました。あ、リング下から兄が見上げています。弟の戦いを、その兄を倒したのが、そう、対角線上にいる K-1 スーパーバンタム級現王者の武井良樹。そして向かって左はフラッシュの世界王者です。フラッシュ王者の久村正志。さあ、放送席には久松郁美さん、関根勤さん、雅人さん、中村匠さんをお迎えしています。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、雅人さん、はい、この2人が決勝で出会いましたね。そうですね、本当にね、まあ、武井はもう本当に試合とも1ラウンド KO で上がってきてますからね。そうでした、絶好調ですからね。武井良樹はここまで4分32秒でわずか上がってきています。さあ、決勝戦が始まりました。青いグローブが現 K-1 のスーパーバンタム級王者、そして赤いグローブが K-1 クラッシュのバンタム級王者、スーパーバンタム級王者です、久村正志。あれなんですよね、武井選手がベルト取った時のトーナメント決勝で戦った相手が、はい、久村選手のジムの会長の久保健二さんです。前蹴りか、久保健二、はい、でベルト防衛戦の相手も久保健二さんだったんですよね、はい、その久保健二さんが育てた久村選手がこうやって勝ち上がってきて、武井選手トーナメント決勝でやるっていうのも、なんか因縁めいたものを感じるというか、うん。再開します。さあ、ここでも揺るぎないか、 K-1 王者の青いグローブ武井、サウスポーです。右のミドルキック、よくあのセコンドの声武井聞こえてますね。あ、そうですね。おお、柔らかい、この柔らかさなんですよね、武井の右のフック、左フック入れたぞ、パンチ入った、久村正志入れました、うん、右のミドルにつなげる。20歳の久村正志、22歳の武井良樹、若き2人です。今回、おお、飛び込んでくる、今手応えあったんですね、武井、すごい。関根さん、どうですか、はい、今もうちょっと、いや、倒しに来た、左入れた、ボディーだ、左入れた、顔が歪む久村正志、顔は全く変わらない、恐ろしいほどの武井良樹です。ローキック、足が流れる、おー、伸びるな、ジャブを入れます。武井良樹、鬼の強さ、ここまで見せつけています。アッパーから入っていく、左ストレート、いや、武井ちょっとね、ちょっと怖いのがですね、2試合とも倒してるんでね、もう倒す気満々で、ちょっと力んでるんですよね。勢い突っ込みすぎてますか、もう倒す気もう満々なんですよね。そうですね、これ逆に言うと久村正志のチャンスが出る。そうなんですよね、ちょっと今もらったんじゃないですか、ありましたかね、前蹴り、逆に前に詰めてきたぞ、久村正志、ワンツー、うん、いや、久村選手もだいぶ落ち着いてきてますよね。ちょっと面食らったとかあったと思うんですけど、おお、軸足払っていった、残りが1分、リング中央を取っているのは久村の方です。久村正志、うん、その兄周平を準決勝で下したのが青いグローブ武井。ちょっとなんかステップもあんまり、どうだろうな、ちょっとか、うん、なんかもう硬いというか、うん、狙いすぎちゃってるのかな。そうですね、武井、うん、のいない K-1 両国大会、その分も背負って、その気持ちが強いはずです、武井良樹。ちょっとどうしましたかね、バランス崩してます、ね、あ、そう、久村のパワー圧力があるのかな、右入れましたよ、久村正志、まさかあるのか、左だ、出た、鉄の拳、すごい、まさに鉄の拳が火を吹いた。今ちらっと時計を見合ったのか、モニターにある、1ラウンドで倒すですからね、武井は、まあ、しかし決勝は 3つのダウンを取らないといけません。でもそんな行かない方がいいと思いますね。そうですね、無理しない方が、
ちょっとステップがないし硬いしですよね、はあはあ、いつもの竹井バックブロー捉えたが前に出るぞ久保田雅人、うわ終わった1ラウンド、雅人さんどうですか。いやまあもちろん竹井ペースではあるんですけど、そうですね、ちょっと狙いすぎてるところはあるなと、はあはあ、慎重に行ってもらいたいなと、ね、関根さん気負ってますかね。少しなんかね焦ってる、やっぱり全部1ラウンドで勝とうかなっていう、でまあ背負ってますからね。そうですね。でも久松さんどう見てました。いやでも久村選手も武井選手にここまでついていてすごいなと思ってます、ね、はい、中村プロデューサーこれ久村も入れてましたよね。そうですね、まあ、僕は、まあ、ダウンありましたけど、はい、久村選手も後半はそんなにこうなんですかね、武井選手の攻撃力とかにこう恐れず、勝負に行ってたので、まだ全然チャンスはあると思いますね。笑顔です、うん、これ手応えあるかもしれないですね。今画面左側ちょっと髪の毛茶色い髪の毛の方見えたと思いますが、はい、その方が、久村正志郎、まあ、今指導している久保健二さん、武井と2度対戦しています、はい、ラウンド2。さあ第2ラウンド始まりました。グローブ合わせます。1ラウンド目は青いグローブ、この K1 のスーパーバンタム級王者武井がダウンを取っています。赤いグローブが久村兄弟弟久村正志、フラッシュのスーパーバンタム級王者マタローブロー。タンソン今度は武井の蹴りがちょっと武井が珍しく熱くなってますね。そうですか。おストレート、これ中央を取っているのは久村正志の方です。入れ替わり動きながら動きながらと武井に指示を出すのは古川会長です。おお、アミズだ。おやっぱり武井選手は、ね、プレッシャー感じてたんですよ ね、 ですかね。勝たなきゃいけないっていうね、はい、そこで勝つってとこがやっぱりすごいな。ワールドグランプリ2019マサトさん、失神 KO ですよ。失神 KO ですね、3試合とも連続 KO ですよ。そうですね、しかも最軽量級ですよ。確かにそうですね、はい、さあ今黄金のシャワーを浴びます。その名は小足のベビーフェイス、 K1 スーパーバンタム級最強、その向こう側の扉をノックしました武井義樹。久松さん、はい、すごいですね。左、そうですね。でもこの2年でもこんなにこうベルトが似合う男性になると思ってなかったので、確かに本当に素晴らしいですよね、オーラが出てきましたよね。本当にそう感じますね、まあ、K-1 チャンピオンの風格ですかね。うわー、右のフックから左の蹴りだ。最後は完全に失神。うわー、関根さん、これはいやー完全に痙攣を起こしてましたね。木村選手の KO はすごいなと思ったけど、はい、それと同等か上回るような、すごい KO ですね。木村兄弟2人を倒して頂点に立ちました武井義樹です。55キロですからね、そうですね、なかなかこんなに豪快な KO を見せる。そうですよ、55キロ、もうここのところ KO だらけですからね、武井は。そうですね、実は、まあ、武尊選手もこれまで、初代のスーパーバンタム級、初代フェザー級、第4代のスーパーフェザー、一つは判定があったんですね。全ての戦い全て KO で、まあ、この頂点に立ったというのは武井、そのタッケルの記録は抜いたという形にはなります。いや、ちょっと圧倒的な強さでしたよね。これ関根さんがおっしゃったのか、入場の時の顔からちょっと今日違ってましたよね。そうなんですよね。そしてまたね、今流行っている
フレディ・マーキュリーの曲でしょなんかやっぱりなんか乗ってんですよね、まあ、流行る前から竹井を使ってましたけどねなんか似合ってんだよね、まあ、リバイバルの前からね、あれなんですかねマイクを持つと可愛い竹井になるんですかねそうじゃないですかねギャップもねあそして隣では涙が目を伝いますあ今お兄さんの周平選手ともシェイクハンドをしました兄弟2人何を話すさん、はい、本当に55キロの人たちがこんな豪快な KO 劇を見せ続けるんですねそうですね後期選手も本当にすごかったですし ねだって普段は幕の内の平均体重今164キロぐらいあるんですけど、はい、3分の1ぐらいの人たちですよ今のリングは考えられないですよねこれより表彰式を行いますさあリング上は表彰式です、まあ、武井が優勝その予想はもちろん正人はじめ、圧倒的な武井の声が多かったしかしここまで強いとはいこんなに迷わず優勝予想を出したのはないですよ、ね、そうかそれもすごいってことですね、はいまあ、間違いなく武井だろうと思いましたからね、でも期待されてそれを上回るっていうのは武井がやってきたことをやりましたね彼もそうですねもうね、また武井も複数階級狙ってもいいかもしれないですねいいですねもうこの体重じゃ敵いないじゃないですかそうです、 よねだって浮かんでこないですよ ね、まあ、あと金子がねあ、金、まあ、金子選手が上げる可能性もありますね、そうですね、だから本当にいやでも金子もいい選手ですけどちょっと今の武井見せられちゃうとそうまだ早いかなっていう気しますけどね、まあ、近くでよく知る正人さんの言葉ですからいや吉田様ありがとうございましたそして今また涙が再び吹き出してくるのが久村正志弟ですいやでも久松さん、はい、この久村正志選手お兄さんも含めてこの2人がこの階級に来たことでものすごく面白くなりましたねいやそうですね本当にもう KO だらけの軽い階級なんて今まで想像できなかったので本当にびっくりしてます、そうでしたねでもみんなこの55キロ、ね、逆に武井がいるなら違う階級にありがとうって思うくらい強いですよねそうか、ね、武井と戦うのを避けて、武井と戦うんだったらまだもう一個上の階級に行くですね武井が来る階級みんな逃げていくっていうぐらいの避けるっていう昔の吉田沙保里さんのレスリングのね、そうですよね、あの階級逃げるっていうありますそれくらい強いですよね田中様ありがとうございましたまあある意味 K1 のスーパーバンタム級王者がクラッシュの王者にその差を見せつけたという言い方もできるかそうですねやっぱこうね、クラッシュのチャンピオンと K-1 のチャンピオンの違いを、まあ、こんなにも違うんだよっていうことを石井博さんです、ね、でその内容でもって本人話しててまさにそうですよ ね内容がすごかったですねだからこうもちろん武井は優勝するのはもう当然、はい、そしてこう武井よりもっといい試合をするっていうのが今回のテーマですからねそうですね、はい、主役は僕だよっていう、そうですね、今まで武井はちょっと控えめだったじゃないですか、はいそれがちょっとこうね自分の責任が出てきたというかこうプライドがね発言変わってきましたもんね最近そうですねだって関根さんこれまでも武井選手がすごい勝ち方した後に出てくる武井選手がそれを超える試合やっちゃうんですもんねそうですねだから2人で切磋琢磨してね K-1 を引っ張ってきてくれましたからねでまた武井がまた一つ頭グーンと伸ばしましたよあマイク今日は可愛い武井じゃないんじゃないですかどうでしょうギャップがあるのかギャップがこんにちは、足立区から来たパワーブドリームの武井です。かわいい。かわいい。今日対戦してくれた、リーバス選手、久村修平選手、久村正志選手、それから、トーナメント出場の全選手、ありがとうございました。今日も本当にたくさんの応援、たくさんのご来場ありがとうございます。
もうとにかく毎日この優勝することしか考えてなくて、本当に何喋るか全然考えてなかったんですけど、今格闘技を引っ張ってる、2人のすごい2人がいるんですけど、そこに置いていかれないよう僕も追いつけるよう頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。これからはもう僕も K1 盛り上げるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。 K1 最高、ありがとうございました。おめでとうございます。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。